こんにちは、ライムです。はい、ということで今回はマオリュー 1.5 周年新ガチャでルミナス出るかもっていうね、まあこれだけの雑談なんですけど、ちょっとね、たまには短めの動画もいいかなと思って、多分 1,2 分で終わる動画だと思うんですが、皆さん見ましたか？公式のね、発表というか4月27日、まあ以前からアナウンスがあった通りですね、お祭りだ生放送というタイトルで、8時から行われるみたいですね。で、28日から、実際のね、1.5 周年のイベント、それから5月のね、イベントというが開始されるということ。で、いつもの通りですね、月末月初ということで、新しいイベントになるので、新しいガチャが来るんですよね。あくまで、この間のガチャに関しては、あくまで4月のガチャで、先んじて 1.5 周年先んじて出したという形なんですけど、あくまであれは4月イベントの 範疇なんだよね。なんだけど今回の、4月27日でおそらく新ガチャの発表があるわけですよね。新イベントもね。で、4月28日から本格的にその 1.5 周年のイベントとかが始まっていくということなんですよね。で、その中でですね、ゲストがね、発表されました、今回。で、そのゲストっていうのが、ルミナスの、声優さんであったりとか、そこはシオンの声優さん、あとガビルのね、声優さんとか、そういった、今回結構豪華だね、声優が3人出てくれるということで、はい。まあ多分ね、福島さん、ガビルに関しては、もうなんかただの賑やかし要因になってる感じがあるので、多分ガビルは追加されないと思うんだけど、今までの生放送のね、流れから言うと、大体その生放送の直前、生放送の時にその新しいキャラの声優さんが出るってことが多いので、うん、まあ福島さんはともかくね多いので、そう考えると、あ、福島さんと、あとあれだね、うん、リムルだね。リムルとリムルガビルはなんかもう半分にぎやかし要因みたいなとこあるからね。まあリムルはちょっと主人公っていうとこもあるので、あんまりそこはね、その2人に関してあんまり当てにはならないけど、その他の、方にして、うん、方はね、特別感はあるので、前回の空属性のシオンの時もやっぱり魔王さん出てたんだよね、その時。で、実際にそう、そんな感じの流れだったんで、まあそう、まあ過去にもね、他にもそんなことがあったことを考えると、まあルミナス来るんじゃないかと。で、一番期待したいところではあるんですけど、今のところまあカゴシオンはもう最初のガチャからね、カゴシオンだったからまあいいんだけど、カゴルミナスって未だに一度もないんだよね。ルミナス自体はやっぱ人気キャラなのか、結構増えたよね。もともと風属性のルミナス、地属性のルミナス出て、光属性の、ルミナスも出て、ここに来てついに 1.5 周年でカゴルミナス来るんじゃないかなみたいなっていう話なんだよね。これただの僕の妄想でしかないんで、確証は全くないけどね。多分、うん、カゴルミナスに対しての戦闘キャラでシオンみたいな感じになるんじゃないかな。シオンだったら空属性以来っていうことになると思うんだけど、うん、まあでもシオンもね、人気キャラ、全然人気キャラではあるので、全然キャラとして来ても全くおかしくないですしね。はい、ってことです。まあとなるとね、となるとちょっと前にこのイベント、仮面の勇者とかしずさんとかが発表される前に、僕はね 1.5 周年のイベントどんな感じになるんだろうみたいな、まあ想像というかね、想像動画みたいなアップしましたけど、その時の予想とだいぶ外れてるけどね。まあ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 、よかったよ。逆に、ミリムとかベルドラとかさ、リムルとかのいつもの顔ぶれじゃなくて、逆によかったよね。逆によかったと思う。まあ、仮面の勇者は、そのハーフアニバーサリーの時から続けてですね、まあ出たんで、仮面の勇者はまあ、なんかハーフアニバーサリーの、なんかお決まりみたいな感じになるかもしれない。1年おきに出てくるキャラみたいな。ことかもしれない、仮面の勇者は。まあいずれにしてもですね、4月27日の放送がとても楽しみですよね。このまあ改めてね、このルミナスとか、シオンとかのね、実際
性能が発表されたらまたその後ね、生放送の後に解説動画アップいたしますので、ご興味ある方はぜひそちらもよろしくお願いしますという、ただそんだけの動画ですといったところで、今回の動画はここまでで終わりたいと思います。参考だった、面白かったという方はぜひチャンネル登録、そしてメンバーシップ登録等もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。